よし、守備力 FE カペランとやっていくか。留学生もいないし、野手もめちゃくちゃ全然育ってないんで、勝てる気がしないんで、シーズン終了までもう行きますわ。外国人も取らないし。よし、シーズン終了まで行きましたと、加点。最下位。マジで勝てん。で、勝てないんですが、40勝98敗です。ここら辺からマジで成長しねえね。ちょっとリアル暗黒期みたいな。リアル暗黒球団ぐらいの98敗ってちょっとありそう。リアルな弱いチームみたいになってるんだけど。この辺とかまあ、ネタというか、まあ、新興球団かなっていうところあるんだけど、この辺はちょっとリアルなんだよな。リアルに弱いチーム。投手が悪い。まあ、投手が悪いのは完全に、守備が悪いからで、やっぱ奪三振を取れるピッチャー増えないとダメか、うちだと。決め球があるピッチャーかな。打撃が終わってるんだよな、2割2分6厘と。規定はゼロか、大野も規定いかなかった。しかも驚いてきた。そして菊池雄星。マジでこいつ、最悪だ。取らなかったよかった。金の無駄遣いした。ヒューガはいいピッチャーですね。タイピンチ B、タイダリ B、打たれ動作 B、逃げ球緩急。ユーサ。同意。この辺は頑張ってんだよな。増田はすごい。優秀。加山もいいね。横手もまあ頑張ってる。まあまあ頑張ってる、この辺。福沢。打線だよな。勝つ気はでもそこそこか。ウレーニャ。萩原。万波は1割台。一応ホームラン16本打ってんだけどね。で、ちょっとね、判明したことがあって、堀川くん。守備 E でした。そして覚醒して守備 C まで上がっちゃいました。こいつはクビです。で、あともう一人いたよな。あ、つゆき。つゆきは守備 D だった。全然 F じゃなかった。騙された完全に。しかも1割クビ1厘と全然打ってないし。そしてね、あ、さ、木本も守備。うわ、木本守備 E に上がってるじゃん。覚醒して守備 E 上がってる。あと他にもなんか誰か覚醒してたんだよな。これ誰か覚醒してなかったっけ他。なんか誰か覚醒してね。もう使えなくなったんだよな。それが、木本だっけ。で、俺、思ったことがあって、ノリノリで使ってたら覚醒するわけよ。で、覚醒したら守備が上がるから、守備が E になるわけ。ということは、ノリノリの選手はうち2軍に落とさないといけない、逆に。逆に2軍のせ、逆にノリノリの選手を2軍に落とすっていう。普通ノリノリになったら2軍から1軍に上げるんだけど、逆に1軍にいる選手がノリノリになったら2軍に落とさないといけない。なぜならノリノリになって能力覚醒して、守備が F から E に上がっちゃったら放出しないといけないから。そういうことです。力は何もいない。出てこない。6年経ってますが、未だに最下位。いやー、まっすん、あ、ポスティングならいっか。金もらえるよね。もうポスティングならもう行ってくれ。金稼ごう。金を稼いで FL 選手取るわ。それしかねえ。いい投手コーチいねえかな。ABAC かこいつも。ACAB が欲しいんだよな。AB でいこうか。この辺鍛えないといけないよな。大学生外国人も取っていかないといけないよな。でも金がねえな。非常に金がなくなってる。これマジで増田放置しないといけないな絶対。あー、豪華8000万しか残んねえか。菊池雄星引退してくれマジで。ありがとう、ありがとう菊池雄星。やったぜ、これはありがたい。クビにできない。2年一応に、あ、短命契約だよね一応。で、一応クビにできたのか。でまあ菊池雄星ありがとう。てか、マジで、遊びに来ただろ、日本に。日本で2億4000万稼いで終わろう、みたいな。遊びに来てるんだけど、完全に。君たちは原稿です。
なぜなら金がないから。こいつが一応結構まともな選手なんだよね。2割9分4厘2本。君は元宝だ。これこいつの元宝。元宝元宝。ピッチャーは払う。打撃陣はもう元宝&元宝よ。クリはもう衰えてる。そう、あ、そうだ、トレードで清宮取ったんです。宮川と前剣をトレードに出したら清宮が取れたんで、この清宮をね、なんとか育てたいというふうに思ってます。あと1年で FA 取るらしい。なんで？勝手に FA 権取るのやめてくれるか。塩谷も対左だけだったらそこそこ打ってんだよね。勝木はうちのスーパー選手なんで。4500万払いましょう。馬場も一応2割9分打ってんのか。こいつはクビです。万波高くねえか。1割台ぞ。ああ、堀川クビ。あと誰だっけ、クビにしなきゃいけないの。あ、これ木本だ、木本クビ。松山引退か。引き止めよう。フェルナンダー使わないな。あー、カイダ引退か。この辺は意地でも年俸は420万以上払わない。嫌なら出ていけ。野手能力 E は首、 D も首、 C も首、まあ、こんだけか。8億か。でも増田のポスティングもまだあるから、増田ポスティング20億で売れねえから、なんとか増田が20億で売れないかな。ちょっとどっかのメジャーの球団騙そうぜ。俺菊池雄星2億取られたんだけど、アメリカに。アメリカ人に騙されて菊池雄星2億4000万で買わされたから、20億ぐらい返してほしい、アメリカの球団に。いやー強い。もうピッチャーガンガン鍛えるから、ピッチャーガンガン鍛えても守備が終わってるからな。非常に難しい問題ですね。まあ、打って打って打ちまくる、守備は捨てる、それしか勝ち目はねえ。でも打てないんだ、なぜなら能力が低いから。彼らは F 確定。これは玉田でしょう。ドラにでも取れるんだよね、玉田って本当は。だが俺はドラ1で取りに行く。おお、153キロ。おお、いいじゃん、こいつピッチャー。やっぱ F 確定じゃないと、こういうやつはね、 F じゃないからね、実際。F とか言っといて、こいつは F の可能性あるね。俺は騙されたからな、 F とか言って F じゃないやつが。それのためにドラフト、ドラ1とドラ2の枠使うのもったいないんだよな。完全に F だ、完全に F だけど弱い。あー、笹川か。笹川行くか。ピッチャー陣はね、なんとかなんだよ。うお、すごいカーブが。おー、こんなのが残ってんの。カットボールえぐいよ。なんで残ってんだ。てかカーブえぐいやつもいたしね。こいつもなんで残ってんだ。あんなにえぐいカーブを投げられるのに。こいつも残ってる。153キロ。じゃあ、ピッチャーが押す。ピッチャーそんないらないな。人。どうせ FA はピッチャーしか取れないんで、野手で FA なんて取れないんで、なぜなら野手で守備 F のやつなんていないんで。マジでラミちゃん、このなんか特別ルームでラミちゃん取っていいことにしてほしい。どうせ山田哲也でしょ。強打か。もっと無理じゃん。無理です。しかも1億2000万って安いし。菊池雄星の高いじゃねえか。ってわい、メジャー。吉田正尚2億安。
マスダ年俸420万。一度は海外陸に挑戦したいと思った。今年を逃せば次はないと思った。50登板 1.53 4勝3 8ホールド23セーブ36歳、年俸420万円。かわいそう。420万で結局入ってきたのが、え ?7、10、100、え100万、10万、1000万、1億、20、マジで20億、マジでマスダ、420万円、年俸420万のマスダが20億で売れたアメリカに。やったぜ、金はある。この金を資金に、やば、この金を資金に、ちょっと FA 取ろう。いや、大谷はこれ、ルール的にどうなの?微妙なところだよね。投手でしか使えない。でも投手でしか使えないってことないんだよね。絶対野手で使うんだよ。ってなると取れないんだよな。モンイエロ日本人枠。いや、山本由伸取るでしょう。渡辺守備いいね。高橋コナ。源田なんていいに決まってるでしょ。モイネロ、モイネロ由伸かな。大谷は取れないから。モイネロ由伸は他球団も交渉してる。単年契約ならうち払えるよ、いっぱい金。なぜなら今は金ある。でも吉野は絶対取らないといけない。3億は払うべきか。2億8000。モイネルは中継ぎだから正直2億までしか払えん。いや、2億4000万。頼む。よーし、吉野モイネルダブル獲得と。いや、増田の20億から回ってきた金が全然プロテクトなんていっぱい漏れてるよ。誰がプロテクト、誰でもいい、誰でもいいんだけどね。カカとかプロテクトしなくていいでしょ。それはまだいけながらがいいでしょ。なんかもういいわ、誰でも。横手取られた。島田なんて欲しかったのか。まあいいや、まあいいでしょう。横手と島田を取られたけど、島田って誰か知らないけど。ルーキー見ようか。玉田ドラフト1位、守備 F 確定39。ギリギリだな、これ。なんかの表紙で上がったら終わるよ、守備。柳沢寸前か、まあ、中継ぎで使えば関係ない。福森ドラフト3位、外野。いやー、 F39 ギリギリだね。まだしかも E の可能性もあったっけ、確か。笹川、うん、徳能はいいね。しかも F35 確定と。室田カットボールがえぐいと。葉山いいピッチャー。いや、モイネの吉野も取れたよ。いや、こいつ取れるけど、こいつ取れるけど、いらない。宮崎の守備がもちろん低かったな。マーさん取れるじゃん。取るでしょう。金ならあるんだ。原川も取るでしょう。則本はいらないな。守備 A かよ。スパンジェンバーグとか守備いいのか、そんなに。お、守備 F いると思ったらフェルナンドだった。あー、なんかいいのいねえかな。山下とか守備そっちにいましたか。下妻守備いいね。お、宗次いる?これいる?ちょっととか。なかなかいないんだよね、やっぱり。守備 F の選手って。大相撲。持った。スチュワートが育ってると思ったけど、全然違うスチュワートだった。まさかドラフト1位がね、クビになるとは。絶対どっか拾われるでしょう。強いもんだって、これ。1年目でこいつら。木本はわかんないけど、堀川通貴はどっか拾わないとね。通貴ソフトバンク。あのキャッチャーのやつは拾われなかった。25歳でクビ。プロ1年で入って。いや、まあ、先発陣、やばくねえか。うちの。
由伸でしょ、こんなにいらねえな、ピッチャー、先発ピッチャー、由伸、田中将大、大野雄大、ヒューガー、遊佐土井、中継ぎに唐川、クリはもう無理なのかな、東もいるしね、で抑えもいねるでしょ、先発陣はだいぶ盤石になってきた、先発とか投手陣は、問題は野手、海外留学も投手しか行かせないんだよな、野手は怖いんだよな、完全にミート20な、守備20何ぼとか。守備30代は怖い。あ、ま、万波は生かしてもいい。29とかならいけるんだよな。39、36、39、35。清宮はもう年か。36、39。29なら生かされる。これで守備いいなったら終わりだよ。放出だよ。なんとかでも守備を上げないで、よし、ここでマジで機材買うべき、いやー一気に11億まで減ったね、いやでも金は使うべき、ここでせっかく増田がうちにくれた金なんだから、よしキャンプ終わりましたと、葉山がカーブ覚えて、ムーターがカーブ覚えて、変化球をいろいろ覚えてくれておりますと、あとなんかいろいろいたよね、変化球覚えようとしてるやつ、大岩を未だに覚えれないと、唐川さん、唐川スライダー、柳沢、栗、あ、まだ覚えれるこいつ、で柳沢と牟田は二軍遊兵にしようか、柳沢と牟田、一応クリもやっとくか、クリもよ、あと1球勝負したところでね、アズマも使いたいね、マークス、すごい先発陣強いんだよね、うちの、そうこれ起用法を設定しないと勝手にいじられるのか、中継ぎどうするか、大岩とか2軍に置い、2軍でいいんじゃないか、菊池、で大岩確か変化球もう1球種覚えれたから、2軍で変化球を覚える方がいい気がする、スローカーブ、でも野手なんで誰出しても誰出しても一緒なんだよな、正直。あ、豊田、だいぶ上がってきたね。外野手は結構、上がってきたりしてるのか。あ、でもなんか、ちょっとずつ強くなってる気がする。気のせいかもしれんけど。DD とかなってきたもんね。E とか C とか。ED とか。ちょっとずつは強くなってるかもしんねえ。モタが出れないから。エチスン、ショート、勝木はサードでしょ、で、外野が誰やるか。ババも使いたいな。ウレーナ外野もできるでしょ、勝木外野もできる、どっちが足速い、ウレーニャ外野にするか、で勝木ファースト、3番ウレーニャ、4番勝木、5番にファーバー、エチスン、萩原、島木、ちょっと強くなってきたね、
清宮の方が守備がうまいってどういうことだ。いや清宮本当は使いたいんだよな。だ清宮が非常に弱いんだよ。タイダリ C、タイダリ D、タイダリ E、タイダリ E。タイダリはじゃあ4番で塩や。タイダリ限定。巨人強そうだな。デリンジャーってなんかタイトル取ったもんね。デリンジャーいいじゃないか。あ、そこで吉野部いるんだ。モイネロがセーブついてる。6点差なのに。サイニング投げたわけじゃないよな。ってことは満塁のピンチで登板したのかな。確かセーブ機会ってあれだよね、ランナーがいる状態だとそのランナーが帰ったことに全員帰ったとして3点差以内だったらセーブがつくんだよな。確かそういうルールだった気がする。うわ、ヤクルトに周平いるんだ。中日に村上が行ったのかと思ったけどヤクルトに周平がいた。でも強くなってるね。ピッチャー陣はいいんで、なんとかね、少数失点、最少数失点で抑えて、三振も取ってもらって、大岩がスローカーブを覚えた。エチスンがアベレージヒットになった、やったぜ。これでエチスンの打率が上がる。3割打てるんじゃない？エチスン。ブレーニャにじゃあアベレージヒット覚えてもらおうか。エチスンはミート。よし、じゃあこれで今日は終わりましょうか。バイバイ、さよなら。